小技が多いね、はい、ディーゼルは。でも確かにちょっとガソリン車ではない音、はい、ブレーキいくよ、はい、100です。106、104、106、107。いいね、はい、まあでもそのプジョーのね、はい、強みは何って言った時にディーゼルとダンパーっていうのがいいな、ね、はい、いいですよね。いいな、ちょっと男の子にグッときますよね。来るのね、はい、行くよ、はい、70、80、90、100超えてます。710。ブレーキも悪くないですね。あの思ってる以上に減速感が、あの減速度が出るし、ブレーキ踏んだ感じの登力もしっかりしてて、スタビリティもいいです。D に戻しときます。はい。はい。70、80、90、100、103、104、103、103。加速はちょっと勝ちかな、はい、やっぱ 速い上にスムーズですね。なんかまあ、ね、ギア比的にはこっちの方が有利だよね、はいはい、ですね。でエンジンの振動が少ないね、うん、でもどっちも高回転側もまあまあ元気ですよね、ディーゼルの割に。なんかこっちの方が上伸びてるような感じするけどね、はい、うん、でブレーキはもう見事に、まあ、プジョーと同じぐらいカチッと効いて、スタビリティも高いし ABS も信頼性が高いです。まあ、そういう意味でブレーキはイーブンパワーのわけで、エンジンはあのこっちの方がプレミアムな、加速性能を持っていましたね。でトルコン AT なんですけど、あの発足でこう変速シフトアップした時に一瞬ちょっとコツンっていう感じがあって、なんか DCT 乗ってるような感じなので、まあ、これは嫌だっていう人と自分なんかは少し節度感があっていいなっていう感じがあったんですけども、あのまあそこはあの意図してチューニングしたのかどうかはちょっと分からないんですね。まあ、しかしあの確実にポンポンとこうシフトアップしてる感じが伝わってきました。